マシンが次元を超越した歴史的時刻は午前1時20分0秒だった。あっち、ひどい男、アインシュタインが車と一緒に消えちゃった。落ち着け、これは何も消滅したんじゃない。アインシュタインも車も別な次元に無事に無傷で存在しとるんだ。じゃあどこにいるのさ。いや、それを言うならばだ、どの時代にと言ってくれ。わかるか、我が愛犬アインシュタインは世界最初のタイムトラベラーになったというわけだ。私はアインシュタインを未来に送ったのだ。未来といってもわずか1分先だがな、正確に言うと1時21分0秒にあいつはあのタイムマシンでここに戻ってくるはずだ。ねえ、待ってよドク。それじゃあさ、デロリアンをタイムマシンに改造したの？信じられないよ。そうかもしれんが、どうせ車を使ってタイムマシンを作るならかっこいい方がいいだろうが。ね、広告とばとばさねんできちっと見る、これも技術のうじね、我慢して見る。あれアドワンカで8時だよ、全員集合入る時間だ。今日だけ母ちゃんコントだはんでな。あっつ、母ちゃんコントって長さんカッチャの役やっちゃうやつだよね。あんだ黙って、今日は加藤ちゃんがとっちゃ役だ。加藤ちゃんワラスでねえの？ワラスの役は高木部、中本浩二、志村健。黙ってそこは何も気にさなくていい。長さんのやられっぷりさ、今日も注目だ。母ちゃん、うるさいんだよお前は。おいえーす、よし、あと2分で始まる。おい、今日ヒゲダンスもやるんだが。よし。待って、トーク。なして全員集合さ、樋口カッターで貼るの？ルネッサンス。待て、よく聞け。ヒゲ男爵ねえくて、ヒゲダンス。間違えました。